ね、顔がいいね。キラキラお目目やったよ。以上か。どこがいいかな。この顔好き。皆さんこんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2023年3月25日土曜日の午後1時3分です。今日は土曜日なのでトタケケさんが広場で演奏されています。リクエストもお気軽にとのことですので皆さんふるってご参加くださいね。それでは本日も楽しい一日になりますように。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでなんか毎回びっくりするな。雪だるまがまだ溶けてないって思う。さあそれじゃあ多分ね、私あつ森めちゃくちゃ久々にプレイする気がする。到着、久しぶりだね。あやな、仕事するならまずたくみさんのとこだよ。了解です。前回どんな感じで終わったんやっけ、このハッピーホームデザイナーやっけまあどの辺で終わった。たくみさんの体調が悪いのはもっと前やったっけ。あゆなちゃん待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。とりあえず普通っぽい感じやね。さあ仕事しようよ。あゆなちゃんどうしたの、お仕事する。します。オッケー、お仕事を始めるのね。今日もよろしく。そろそろあれやな、この制服もちょっと熱くなってきたかもしれんねまあというかこの島やったら前から暑かったかもしれんけど今回は誰にも見つからねえ隠れ家みたいな場所が欲しいぜ。隠れ家楽しそうやね。秘密基地みたいなの好きよ私。アトリエを作り作品なんだって。作品を作りそしてアートの歴史を作るのさめっちゃキリッとしとるそして波の音を聞きながら気ままに過ごしたいな。ふんふん、秘密の研究をするためにちょっとみんな近い近い新しい研究室が欲しいな。すでに研究室は持っとんか。探偵事務所を設立してみんなの助けになりたいぜ。探偵事務所、音楽が聴ける昔ながらの喫茶店って素敵よね。顔がいいね。キラキラお目目やったよ。以上か。どこがいいかな。この顔好き。めっちゃ好き。昔ながらの喫茶店。昔ながらの喫茶店とやらに入ったことがないけど、ね、テレビとかで見たような感じ。蓄音機とか使えばいいんかな。探偵事務所、探偵事務所、探偵事務所、とりあえずなんか一番奥に探偵の机がドンって感じ。隠れ家、アトリエ、なんか今回あれやね、なんかピンポイントな感じが。波の音を聞きながら気ままに過ごしたい。波の音、波の音にしようかな。違う、今はプライベートで来てるからサインはごめんね。あれ、あんた別荘コーディネーターやってる人。実はあたい別荘持ちたいんだ。その辺の話聞いてもらいたいんだけど、お願いしてもいいかな。けどお聞かせください。キャー嬉しい。じゃあ早速お願いしようかな。けど任せてください。よろしくお願いします。具体的ベストな別荘はこんなイメージなんだけど、ひとときのバカンス、レイコ様。なるほどです。素敵なイメージですね。ではイナちゃん、ロケーションを選んで差し上げちょうだい。波の音よね。ってことはまあ必然的に海辺なわけだ。でもあれか、基本的に海はあるな、近くに。あ、でもそんなことない?じゃあここにする。ひとときのバカンス。はい、ここで。素敵。いいじゃん、いいじゃん。早く直接見たいけど。こちらにご用意させていただく別荘ですが、1階建てか2階建てか、どちらを希望されますか?
え、どうしよう。具体的にどっちもありなんだよね。ねえ、どっちがいいと思う？けど。バカンス、ひとときのバカンス。やっぱり1階は、なんやろ、リビング的な感じで、2階ゆったり寝られる寝室、2階建てにしようか。あたいもそっちな気がしてた。じゃあ2階建てにしようけど。ではレイコ様、別荘の場所も建て方も決まりましたので、あとは現地で進めてまいりましょう。アイラちゃん、レイコ様を現地にご案内してね。お任せください。さあやっていくか。いや、いい感じのスポットじゃん。ここにあたいの別荘ができるのか、超楽しみけど。それじゃあアイラさん、よろしくお願いしますけど。ひとときのバカンス、とりあえず必ず置くものは、貝殻のスクリーン、ラタンのローテーブル、ココナッツミルク。ふんふんふん。あ、やっぱこういう感じなんよね、ラタンシリーズ。外どうしよっかな。まあ、ビーチベッド、パラソル付きビーチベッドがいいか。が2つぐらい置いて、外、ちょ待って、とりあえずまあ2つやろう、置きます。間にテーブル欲しいな。テーブル、テーブル、テーブル。あとあの スツールはあれよね、座るやつよね。ラタンのサイドテーブルか。はい、サイドテーブル。いや、違う違う違う、そんな位置じゃない。あ、そっか、普通に1個分しか見えてなかった。ここか、これ近すぎよね。こんな感じで、あ、で、ココナッツミルクを、あ、いいね、いいね。サイドテーブルはどこ？ちょ、待って。サイドテーブルが見えない。じゃ、一回出して。よし、これで動かすか。動かせね。ちょっと待って。はい。これで、この辺に置いて、はい、ちょっと一回ちゃんとねセットしてからじゃないと位置がわからない。はい、これでサイドテーブルの位置ちょっと前すぎるかな。まあいっか。まあいっか。そして他に、外、ビーチタオル、これね、寝そべるやつよね。片方タオルでいいか。これを、2つ。これは変えられる？あ、間違えた。間違えた。はい。マリンボーダー、レッドストライプ、カラフル。カラフルいいな、シェル。ブルー、イエロー、ホワイト。カラフル、なんかすごい独特な感じ。でもシェルがいいかな。かわいい。こっちも変えよう。でもなんかシェルと並んだらどれも派手だな。シンプルにホワイト、いや汚れそう。レッドストライプで。まあ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 。まあ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 。どうしよっかな。ココナッツミルク、地面にぶっ刺しとったんでもいいかな。よいしょ。なんか置いときたい。んで、あとは、パームツリーランプ。
まあ、これをヤシの木代わりに。よっ、やっぱね、夜は暗くなるけんね。よし。んで、よし、これで。あ、今回結構、ババババババッと決まったな。これでいい感じか？とりあえず、表はこんな感じでいっか。ふんふんふん。いいかどうかよくわからんくなってきたけど。あ、これで。はい。じゃあ、中に取り掛かりまーす。で、なるほどね。まあ、この二つはちょっとのけておくとして。あ、待って。じゃ、視点変える。これ必ずないよね。ラターンのローテーブル。これは変えられる。ブラウン、レッドブラウン、ライトブラウン、ホワイト、グレー、ブラック。ブラウンより、レッドブラウンかな。床の色と同化しそう。とりあえずこれで、先に床と壁を決めておこう。んで、どんな感じにしよう。これもう一個置こっか。なんか、なんていうん、なんかさ、こういう網網のやつでさ、なんか座布団みたいなのあるやん。ああいうのが欲しいなーと思ったんやけど、ないかー。どれぐらいが高さ的にいい感じ？貝殻のスツール、ラタンのスツール、これ高いよね。確実に高いよね。テーブルより高いか。モロッコポフ、これぐらい？これでも高い気がするけど。まあ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 。レッド、イエロー。イエローかな。ホワイト。ブラウンかわいいな。ブラウンにしよう。で、一応、一回決めてからのがよかったね。よし。いや、でもな、もうちょい座りそうな感じするな。これ多分ここ横二人並んでいけるよね。ギリギリはみ出す？いや、こんな感じか。で、4人4人でかけて。方向がよくわからん。いや。どういう方向なんやろ。うわ、なんか気持ち悪いな。よし、これで。なんて言うん。宴会じゃないけど。なんか、テラス席で、なんか、飲み食いを楽しむみたいな。そういう感じ。あとは、クローゼット、アップライトピアノ。ラタンのクズカゴ、テーブルランプ。いや、テーブルの上とかはもう、どうしようかな。モロッカンランプ、シーリングファン。どっちの方が合う？モロッカンランプなんかあんまり想像がつかんのんやけど。あー、なるほどね。なんかごちゃごちゃしとるね。まあいいや。よいしょ。この真ん中真ん中につけて、いい感じなんかな。んで、クズカゴ。セットして。あ、いいね。壁掛けカジキ。いや、でもこれ、違うな。私的には景色と思ってするけん。壁には何も掛けんとこ。南の島のラグ、かわいい。そんなのがあるのか。んで、あとは、ウクレレ。ウクレレ、ウクレレ。まあ、誰かが弾くかもしれんね。まあ、ここに座っとる人が弾くんだろう。
んで、あとは、まあ、1階はシンプルでいいかな。多分2階もシンプルやけど。んで、2階は寝起きするところ。ここにオーダーの、ラタンのベッド。そして、クローゼットにラタンのドレッサー。ま、色味はまた、あ、中のあれか。布団とかの色も変わるんか。布団というか。布団というか。あ、なんか色々変わるな。え、ホワイトめっちゃ綺麗なんやけど。え、超好き。いやー、白とミントはいいよね。ただな、1階はレッドブラウンなわけやん。やっぱそこ、シリーズものは色揃えたいよねっていうのもあるんよね。レッドブラウン。しかし。いやー、側の色はいいんやけどな。そこ水色じゃないやろ、レッドブラウン。そして、レッドブラウン。これは小物の色は変わりおらんのか、別に。あ、で、ここにスツールやな。ラタンのスツール。はい、ここも。なんで水色になるかな？やめてよ。違う違う違う。設置したいんだ、私。まず、真ん中にドンと、やってきて、で、ここに。で、ドレッサー。まあ、どっち向きかわからんけど。んで、壁紙とか。あ、ランプもか。あ、ちょっと待って。サイドテーブル、サイドテーブルと、サイドテーブルと、で、上に、テーブルランプが欲しいね。あ、待って、サイドテーブルも色味を。レッドブラウン。よしよし。いや、でもな、こうなんか組み合わせとるのはさすがにあれな気がするけん、ちょっと、ここは色味変えていくか。グレー、ブラック。グレーは？あー、白の方がいいかな。じゃ、一旦白。あ、白の方がいい、私的には。んで、ちょこっと、個人的に座って喋って楽しめるっていう場所も欲しいかな。と思うけん、ラタンのソファーが、が2つ。どうしよう、ローテーブル？ここでもローテーブルかな。他にちょうど良さげなのが別にないしな。ローテーブルでいっか。ローテーブル。んで、この窓のとこら辺がいいよね。もうちょいなんかこれの半分ぐらいがいいな。よいしょ。こんな感じで。もうちょいあれか？ここを一個ずつずらせば。ああ、まあ、こんな感じかな。ああ、オッケーオッケー。んで、テーブルの上になんか置きたいな。花、いや、ガラスのキャンドルホルダー。これ真ん中に置こう。んで。まあ、こんなもんでいいかな。こんな感じで、どうでしょう。こんな感じでーす。
調子はどう？いい感じ？けど完成しました。やっほー、待ってましたけど時間かけて作り込んでくれたんだね。あたいのためにありがとう。嬉しいよ。お疲れ様、あいなさん。いえいえ。どうすかね、レイコ様、ひとときのバカンス。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。この角度好き。結構好き。あ、ちゃんと座ってくれとるね。よかった、よかった。その向きで合っとったんやね。うん、よかったよ。まあ、模様的にもそんな感じか。どういう模様かはよくわからんけど。いい感じですか？今日はマジでありがとうね。ニューレイコハウスの撮影会でも開いちゃいたい気分。えへへ、明暗でしょ、けど。戻ったんだ、私。今日は帰りますね。オッケー、じゃあ今日はこの辺で。アイナさんならいつでもウェルカムだから、またね、けど。じゃあね。ただいま。お帰りなさい。はい、今回の分のお給料。1万5000ポキよ。あざっす。そうそう、ニコちゃん。北の浜辺に足場らしきものが設置されたわね。足場？へへー、すごいでしょ。イベントの準備は順調に進んでるから、楽しみにしてて。あ、イベント。まだやってなかったんやっけ。へへ、何イベントって。ふふふ、期待してるわよ。後で会場の様子でも見に行ってみようかしら。アイナは頑張ってるから、オイラも頑張らないとね。それじゃあ、アイナちゃんも、ニコちゃんも、引き続きよろしく。さて、今日はもうおしまいにする？それとももう少し働いてく？今回はとりあえず終わりにします。わかったわ。ゆっくり休んでね。ほい！ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、北の浜辺に足場ができたっていうことなんで、足場ってなんだ。次回ちょっと見に行こうかと思います。